夏川天使ラストマッチあの同門対決ですよ同じてっぺんジムでもカズレの戦績,戦績見たら戦績ありましたっけ21戦16勝5敗 6KO これなんで選んだかって言ったら KO が6じゃないですか、うん、怖くないんですよ <laughs> 怖くないんですよ一発がないからそういうのあるじゃないですか、まあ、危なくないと危なくない、うん、まあしかも同門ということって、うん、ほぼほぼ手の内分かってるやろしうし、んうん、まあもう 精神的に見たらちょっとスパーリング気分にまあ毛が生えたようなもんというかぐらいの気持ちでしか試合には臨まんと思うしまあ消化試合でまあまあまあ実際それだけのビッグマッチの前にきつい試合はできんすよね危険なことはやらせないですよねという勝手な僕のうんでもまあそれもズバリやと思うよ うんやっぱもう次のこと考えての大会試合やと思う。うんうんうん。ナスカ天神 V.S. タケル。大溝がゴミでやったときに、俺もっともっとタケルがあじゃあ敵地天神が圧倒するんだなと思うと。うん。いやもう俺もそう思ってます。やっぱこうスピードで。うん。まあパンパンパンって当てる。俺もそう思ってました。パンパンパゴミがスピードについていけない状態なんだろうなと思ってまし俺もそう思って。しかも二回しかないじゃないですか。 しかかかもボボククシシンンググルルーやららねだ今一生懸命ボクシング練習してるわけやから圧倒するかなと思ったら意外に倒せんかったなっていう、うん、まあ倒すのは難しいにしてももっとなんかこう一方的に、うん、あのヒットアンドウェイでパンパンって当ててこう、うん、明らかにポイント取っていう形になるんだろうなと思ってたんですけどゴミにも結構打たれたよねちょっと危ないパンチありましたよね、うん、あのの試合見た時にに、うん、実力的にその テクニック的には差があるかなっていうふうには思ってたけど、うん、これぐちゃぐちゃにしたらタケル分からんぞっていう、うん、イメージが俺も湧いてきたまあやっぱパワーで言えばタケルの方があるでしょうからね、うん、やっぱなんだかんだでやっぱ天心クニテクニシャンやからやっぱポイントアウトできんねんねだからもちろん倒しにいく試合をすると思うけど危険を犯さないっていう試合もできるから、うん、そこでそのうまく当てて。 逃げるっていう戦いもできるタイプやからそうなった時にそれを無理やりこじ開けて倒しに行けるかっていうところも必要とはされるねタケルにはいよいよ決まったからままししたね、まあ楽しみですよ、ね、ど,どっちが勝つのかっていうことが、うん、これはタケルがもしほんまに勝ったらこれはこれでまたすごいことになると思うしだってねぼ 天津のプランが崩れるわけじゃないですか無敗でボクシングに行って世界チャンピオンになるっていうね最後の最後で大ごけするっていうのも <laughs> ありえるよ<ー>逆<に>人生上り坂下り坂まさか <laughs> というものもありますからね兄貴ちょっと炎上する前に消火器で <laughs> 消火器 <laughs>